それじゃあみんなでバトル始めていきますか。クリボーの山、クリボーがいっぱいいるのかな。なんか今までにねない感じのコースだね。よし行くか。いやクリボーって言っても結構ねクリボー危ないもんね。よしこれは順調ですね。さあマリオ、上からは違う、上から違った。くそ、これやばい、失敗したら落ちるタイプのやつだ。よし、そしてこのねクリボーも気をつけなきゃ。やばいな、当たるぞ。いいねいいね、ここら辺で一回アイテム取っておく。よし、前にいるねキノピオはアイテム取ってないでしょ、だからね危ないと思うんですよね。ここクリボー、いや待って待って、これ大丈夫。うおっとっと、やばい、いや当たっていい。よし来た、これ多分来たでしょうね、後ろいないよね。よし、ここはねちょっと待ってたら危ない先にゴールさせてもらいましょう。アタラクシア初めて見るね、めっちゃ可愛いね。そしてアバターめっちゃ可愛かったね。ショートマルチプレイヤー VS、 いい、そういうコースいいよ。短いコースでバトルかな、これは最初。まあドスンがいるし土管があるから、どこにしよっかな。やっぱキドピオだから青だよね。ここにしよう。よし、短いコースでしょ。いやこれ得意なやつだ、僕が得意ないいやつだ。いや待ってこれやばい、取らなきゃいけなかった。いやまだ大丈夫、まだ大丈夫。いやこれダメだ、これこれもう確かに短いコースだな。これ終わりでしょ、多分これで終わりと思うんですよね。いやまだある、まだある感じ。いや今のコースは悔しかったね。ファイヤーボールさえ取っておけばもしかしたらねワンチャンあったかもしれない。いや右やばいでしょ、右で、ね、地高って書いてる。いやあの星マークのところにね入る言葉はね僕分かってますけど、あえて言いませんよ。ちっこ、今回もバトルをコースっぽいね。赤の土管に入りたい、マリオだから赤の土管に入りたいけど取られたな。それじゃあ青のコース行きますか。マリオ頑張ってくれよ。さてこれは一番最初に鍵、え、なるほど、こういうバトルか。今回はねゴール条件じゃなくって鍵なんだね。たまにあるよねこういう鍵の奪い合いのバトルみたいな。いやいいよ、そういうコースでも全然いい。僕慣れてるから鍵取りバスターって呼ばれてるからまだねここら辺はねでも焦んなくていいと思うんです。どの辺で来るかな、鍵だからきっとねドアがどっかあると思うんですよね。ドアの前で鍵をね取っておけばいいだけだから、ここら辺はまだ取らなくていい。さあみんな争ってるがいいさ、そこら辺で僕はこの辺で待機しておきましょう。それちょうだい、それちょうだい。右にボム兵がいると思うんですけどね、そろそろ爆発すると思うんですよ。やった来た、まだだね、まだ鍵まだだね、まだ鍵ドアまだか。よし、それじゃあそろそろね来ると思うから取っておこうか。よしいやこれはきつい、え、やられるの今、ルイージやられたよね、これ危ない。あ、え、なんここちょっと待って、え、なにこの急な P、 待って、やった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 、あ、いやまだわかんないね、このまま走って追いかけようか。よし行こう、キノピオ一緒に行こうね、まだね先で争ってると思うから追いつけるかな。うわキノピオやられたね、どの辺だ、いや来た来た来た、追いつきました。これはアイテムあるかな、アイテムはなさそうだね。ルイージ下行ってくれない、ルイージ、そう、そしたら上に来るから、このキノピコ上に来るから、きっと上しかないから、もう耐えるは上しかない。いやなかなか来ないね、まあいいや上から行こっか。よし、そしてここか、いやここがゴールだね、いやった、よしこのまま右に渡ってゴール、やばい、投げられる、投げられはしないよね、来た、ありがとう。ポコニャン好きすぎだ、さっきポコニャンっていう方いたんですけど、その人と当たればねあのキノピオめっちゃ嬉しかっただろうね。さてこれはスーパーマリオブラザーズ3のスキンだね。最初のこのアイテムは取っておきたいな、なるべくここはね多分、やった来た、ありがとうキノピオ、僕が先に行きます。でこのまま渡っていく、よしで先にルイージとキノピコがいるのか、やるね、このハンマーのハンマーブロスをくぐり抜けていったんだねあの二人とも。で中間ポイント、いや結構簡単だよこのステージ。ルイージは、ルイージ後ろじゃない上にいるね、
いやこれチャンス、ここもチャンスですよ。最近調子がいいね。やった来たと思ったらこれやばい取られる。いやっためっちゃ調子いい。え、何今日、今日のニュース多分出てるよ。ピオキングラッキーアイテムマリオメーカー2 2vs 2マルチプレイヤー、これ見たことあるこれ見たことあるよ。いやちょっとどんなんか忘れたけど、確か2人で協力してね、オンオフ変えていきながらやるやつでしょ。そうそうそう、マリオ頼むぜ。よし、そして次は僕はこの、何これ、このスネークブロックをやるから、マリオ上、いや待って、僕がこっちを開けとかなきゃいけないのか。よし、でスネークブロックを動かしてくれないマジか、全然協力してくれないじゃんあのマリオ。いやー、待って、最低、マジで最低あのマリオ。一人で横取りする気だな。まただね、2対2マッドナイト、これはジャンプしたらダメなステージだね。これは走っていかなきゃみんな罠になるよ、罠あるよ、ほらこんな風にねちょっと待って、これは下から行こうか。よし、あんまりジャンプしたくないな、結構ジャンプしたら遅いんですよね。でこのままあジャンプ、おっそ、これおっそ、マジか、うーわ危ねえこれ。でここは渡っていく、よし、このまま走っていこうか。中間ポイントの、よし、これは下でいいかな、どっちだろう。あ、こっちは普通っぽいね。よし、じゃあ渡っていくか。うわ、アイテム取っておけばよかったかな、これは。あ、危ない、よし、待って、マリオが迫ってきてる、これは危ない。よし、カロにやられないかな、マリオ。よし、で、このまま渡る、よし、オッケー、じゃあこれは怖いな、先に行っていいよマリオ。うまいめっちゃうまいマリオ、やばい、オガリクさんやるね。でこのまま渡っていく、ここも、いやこれ踏んだ方が勝ち、踏みが勝ち、しゃがみジャンプしたいけど、いややるね、これはちょっとカロンが邪魔だね。来た、これ勝ち確じゃないねえ、これ絶対来たよね。ゆっくり行こう、ここね、右左して、ちょっとテレサをね、こっちに来させないようにして。いやちょっと待って、テレサちょっと待って、テレサちょっと待って、ちょっとそこ行った待って、やばいやばい、ちょっとまずい、いやーやばい、動けない、これこれは動けない。いやちょっと待って、やられちゃう、やられちゃうからこれ、うっ一緒の人いるんだけど、なんなのあの二人、名前も一緒っぽくなかった。うーわ、難しそう、これめっちゃ難しそう。上から来るか、あーやっぱそう来るか、いや来ました、みんなでバトルよ、悪く思わないでくれ。そしてここでゴールちょっと過ぎちゃった。どうもありがとうございました、とも高かったしね。それじゃあお手並み拝見できますか。これ一番前取れたね。さて最初のこのクリボーだけでも気をつけていこっか。そして僕アイテム取っていきます。ここはなんかアイテムが必要な気がします。俺がやっぱり当たるの早いね。これ上は、上なんだろう、ショートカットっぽくない、これ熱いよ。あでも誰かもう行った形跡あるな、今ね、のこのこやられてたもんね。で中間ポイントで、ここでも僕はアイテムをね取っていきたい。よし、いや待って、オッケー、二の二ブランコに運ばれて、うわこれも見たことある、すっごい見たことある、これ前こんなコースしたよね。よし、それじゃあ一番最初行きましょう。まあ、2番目だけどこれ見たことあるよね。よし、1番、そしてこれも渡っていくか。これ後ろは後続は結構不利だよね、ブランコめっちゃ揺れるもんね。いや危ない、これよし、これ上違うでしょ、きっと上は遅いでしょ。よし、オッケー、これはチャンスだね。これ勝ったかな、前もこんな感じのコースで勝ったような気がするんですけど、どうなんだろう、前の動画見返してみるならわからないけど。よし、これは下行こうか。
で、次上。いや、これも絶対勝った。これ多分勝てたよ。さすがに最後だからね。さすがにみんな待っておきますか。てか今気づいた、見てアームの顔がね、こう掴んだ時にニカってなるんだよね。これ気づいてた？みんな知ってた？これ僕今初めて知ったんですよ。まず一人待ってくれてる、ありがとう。いや、アバターも可愛いしね、やっぱ優しいね。可愛くて優しいなんてどんな素敵な人なんでしょう。いや待って、これは大丈夫、大丈夫ね。兄弟喧嘩はやめなさい。いや来た、ここでみんなゴールしようぜ。これがミンバトの優しい世界です。それじゃどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。